第1試合ジャパングランプリ01公式リーグ戦30分一本勝負を行います。青コーナーリーグ戦6勝2敗に分け勝ち点14、150パウンド前川久美子。逆転優勝はあるのか、うつむいたその表情に闘志が伺えます。前川久美子。赤コーナーリーグ戦0勝10敗勝ち点0、130パウンド藤井美幸。そしておっと前川よりも多くのテープが投げ込まれました。藤井美幸、黒いコスチュームが現れます。30分の一本勝負、今開始のゴングです。ジャパングランプリ公式戦、藤井美幸と前川久美子の一戦です。入場の時から非常に厳しい表情を見せていました前川久美子、宮本さん、優勝の可能性がある一人ですからね。そうですね、相手がね、格下の藤井ですから、ここは多分間違いなく白星だと思うんですけど、そうですね、取りこぼすことは絶対に許されない前川です。ただ前川選手、見ても分かりますように、右膝に非常にそうですね、サポーター巻かれてですね、ちょっと右膝がだいぶ悪化してるんですけども、7月のですね、九州巡業で痛めたんですけどもね、かかと落としを前に上に乗っかられてですね、かなりひどいんですけども、そうですね、このハンディがどう影響するかなんですけどね。前川久美子のその右の膝、一つ心配な要素があります。藤井はロープ際、その前川の右足を執拗に攻めていきます。赤指の体勢に入りました藤井。やはり藤井とすると宮本さん、あの膝を狙っていきますね。そうですね、やっぱりリーグ戦に出てですね、ずっともう黒星のトンネル続きですから、ここでやっぱりね、何かをやってほしいですよね。そうですね、最終戦でこの藤井美幸、同期の中西、そして高橋七重というのがベルトを巻く時代になってきました。その中で藤井、最後の意地を見たいところです。あと右の膝、痛めているはずのその右の膝、そして容赦ない蹴りが背中、そして胸板に突き刺さります。前川の蹴り、痛みはないのか。ヘッチャラで蹴ってますね。ものすごい鈍い音、後楽園ホールがどよめいています。レフリーの仲裁も何のそのバックスピンキックでレフリーも一周です。前川得意のかかと落とし、そしてバックスピン、あるいはハイキックといったその切れ味鋭い蹴りにどのような影響があるのか。序盤は藤井の攻撃を何か不敵な意味を浮かべながら受けていました前川。渡辺との裏切りから2001年は全日本女子プロレス、大きな軍団構想というのも生まれました。何か前川が宮本さん、全長の中で光をこの2001年は放っていますよね。そうですね、軍団構想のね、その元を作ってしまいましたからね。あれからずっと脚光を浴びましたよね。そうですね、今年私がやりたいこと、それがまず渡辺智子との裏切り行為でした。そこから光を放った前川久美子、今年のジャパングランプリ公式戦でもその渡辺から勝利を収めています。伊藤香織に1点差と迫る現在は2位、中西と並んでの2位をさあ走る前川です。最終決戦、藤井はやはり右膝狙いです。アキレス腱、藤井の右の足を奪っていきます。アテナフレンズから藤井頑張れという声も飛んでいますが、ここは前川の巧みな試合さばきで藤井は苦しい状況です。ここまで10戦全敗、なんとか藤井も最後の意地を見せたいところです。アキレス腱、
みつけているのが前川久美子です。前川のセコンドにはラスカチョーラス、そして夫の姿も確認できます。豊田もいますね。豊田もいますね。今年の軍団構想を象徴するかのようなそんなシーンです。前川の右足は痛いんですよね。そうですね、こっから抜けてますね、はい、もしも勝ち点で並びますと、この最終戦の後に優勝決定戦も控えていますから、前川とすれば体力を温存してこの藤井との一戦は白星を飾りたいところです。あーと右のエルボー一発、そしてこれも右の膝から非常に高さなんで、ちょっと右足を引きずるような仕草を見せました。もう一度ハイキック、喉元ロープの反動から3連発です。藤井は完全にグロッキー状態、ノックダウン状態です。5分経過、30分の一本勝負、5分が経過しています。逆襟固め、非常に今年2001年は前川久美子存在感を表しています。6月に、行われましたがテコンドーのワールドカップにも今年は前川日本代表として、世界の舞台に参戦していきました。まあまさにこの前女の、キッカー前川は日本代表するその激しい蹴りの持ち主ということでもありますが、自らの存在価値をどう浮き彫りにしているか、どうアピールしていくか、そんな前川の今年1年の戦いぶりです。その集大成としてジャパングランプリ01初の優勝を目指します。まあこのジャパングランプリ赤いベルトとは別に宮本さんもう一つね、前場を象徴する、このタイトルですけども、そうですね、うん、シングルタッグね、なんか2度の大会行われるんですけども、はい、やはりこれを勝てばやっぱり実力ナンバーワンというね、そうですね、勝負がつくわけですから、まあ、歴代の優勝者を見てもそうそうというメンバーが、ね、そうですね、本当 の女王ベルトを取った人がね、はい、とてもずらっと並んでますからね、うん、ですから前川もこの一戦で勝利を収めますと、あるいは赤いベルトへのね挑戦権というのも見えてくるかもしれません。現在 3WA 世界シングルベルト、それは伊藤薫が持っています。ジャパングランプリ公式戦、伊藤薫がトップを走っています。さあ丸め込んで、藤井とすればこの起死回生の丸め込んでいくスモールパッケージ、前川からの金星を上げるとすれば、さあここは前川の右の膝を狙っていく。前川の表情はまだ余裕がありません。とっとっと、レフリーのパンツを引っ張ってしまいました。藤井が必死の形相です。レフリーが逃れられません。ここは前川ロープブレイクです。ジャパングランプリの公式戦最終戦を迎えています。その前川、藤井の右膝への必要な攻撃がこの後どう生きてくるか、この辺の関節技でも宮本さん、体重差というのが微妙に関係してくるんですかね。やっぱ体重差というのはありますよね、はい、まあ、でも前川もやっぱり膝が悪いんですから、はい、あんまり、ね、ダメージを与えないうちに勝負に行った方がいいと思うんですけどね、はい、まず序盤戦は蹴り、そして、逆エビ固めで藤井のスタミナを奪っていきました前川久美子です。さあそしてフィニッシュオールドへと持っていくか、ここはまずはハイキックかわしたのが藤井美幸、バット低空のミサイルキック、前川の右膝を必要に狙っていきます。そして丸め込んだ、カントはまだここは前川にも余裕があります。ロープの反動を利用して、あとバックキック、背中から蹴りが飛んできます。前川久美子、まだ試合開始10分と経っていませんが、早くもフィニッシュに持っていくのか。二段蹴りでさあホールの体勢に持っていく、これで決めるか。藤井にも初勝利の意地があります。テコンドーワールドカップ、その中でも見せた日本を代表する蹴り、
それで勝負を決めていくか。エルボーをかわして投げ技に持っていきました。藤井美幸です。丸め込んだ、カウントは2つ。いや、藤井がカットすれば、宮本さん、こういう技ですかね。そうですね、やっぱり、もう一度丸く首固めとかね。どうか、丸太巻きトラックとかね。そうですね、これで持っていくか。あっと、これはしかしロープにかかります。ポジショニングが悪かった藤井です。左のエルボーからブレンバスターに持っていて、そのままホールド。ちょっと右の膝を気にするようになってきました前川久美子です。あと右のハイキック、そしてバックスピン、速攻を捉えました。8点、ここでトップに躍り出た藤井の意地です。藤井美幸の意地があります。ジャパングランプリ10分経過、ここで全敗は許されません。最終決戦に意地を見せる藤井。おっと、胴回り回転蹴り、ここはかわして、そして丸め込んでいった。カウントはしかし前川だ。藤井最後の固め技を前川久美子余裕で返します。これで勝ち点は16。そしてレフリーに対して、ここは前川なんとも言えない不敵な笑みを浮かべています。前川久美子、これで勝ち点2を加えて勝ち点16。伊藤薫の前に出ました。ジャパングランプリ01公式リーグ戦30分一本勝負を行います。青コーナー、リーグ戦3勝5敗に分け勝ち点8、 3WA 世界タッグチャンピオン170パウンド、高橋高橋七恵です。赤コーナー、リーグ戦6勝4敗勝ち点12、オールパシフィック並びに 3WA 世界タッグチャンピオン165パウンド、渡辺智子。そして渡辺智子がコールを受けます。小林秀樹、前女の誇るパワーファイターの2人の対決、パワーバトルがこれから30分一方勝負、幕を開けます。おっと、握手を嫌ったのは高橋七恵です。ジャパングランプリの公式戦、まずはこのパワーファイト。おっと、早くも場外乱闘になっていく。高橋七恵が場外の渡辺に向かって、ここは待ったをかけました。おっとっとっと、花道の方から下がっていくのか。マイクです。ななちゃんさ、ちょっと張り切りすぎちゃってんじゃないの、あんた。よく考えてみて、今日勝ったってどっちも決勝いけないんだから、今日来てる人に楽しい試合見せてあげようよ。それはよくない？どうそれ。ね、そうしようよ。ね。渡辺のマイクアピール、小さくうなずいた高橋七恵です。ジャパングランプリのこれは公式戦のシングルマッチです。勝ち点12が渡辺、勝ち点8が高橋七恵、トップの伊藤薫にこの一戦勝っても並ぶことはできません。握手からね。入場の際から引き下がるこの高橋に対して、おっと、やっぱり突っかけてくるのが高橋七恵です。どうしてラリアット、渡辺智子が右のラリアット、その気持ちを跳ね返します。まあ、宮本さん、この一戦はね、まあ、優勝もかかっていない一戦ではありますが、なんといってもタッグチャンピオンです。そうですね、まあ、タッグチャンピオンのね、パートナー対決というのは、はい、やっぱりこういうジャパングラフの公式戦とか、そういう特別な場合じゃないとなかなか実現しませんから。そうですね、そういう意味でもね、やっぱりお互い目いっぱいやってほしいですね。そうですね、そういった点でこの高橋七恵のこの入場の最後はですね、あ、そしてここは面白い技にも持っていきますが、あっち向いてホイ攻撃です。あっと、今度は渡辺智子、同じ技を返していきます。上を見させた高橋七恵、下に視線を落とさせた渡辺智子、この辺が先輩の格ですが、パワーファイト。そしてこの一戦は前者の誇るパワーファイター2人の対決でもあります。
何かまあ宮本さん楽しもうという渡辺の誘いですが、高橋はこう気合が入ってますね。そうですね、まあ、やはり渡辺のオールパスキックに挑んでですね、あ、まあ、敗れはしたんですけども、はい、まあ、そこでお互いにやっぱり認め合って、はい、タッグに挑戦して、ね、まあ、ベルトを取って、うん、またその後の試合ですから今日はやっぱり高橋したいんでしょうね。そうですね、渡辺智子を目指し、そして渡辺智子にベルトをかけて相対峙し、そしてここまで成長してきました高橋七重です。竹下さん、はい、どうぞ。この話なんですが、おととしはですね、対戦した時に挑戦の立場を取っていたという高橋なんですが、はい、今はですね、1対1で向かっていけるという心構えであると話していました。ああ、なるほど。リングサイドは岡田博樹アナウンサーからのリポートが上がりましたが、おととしのジャパングランプリでは宮本さん、高橋が、勝利を収めているんですね。あ、そうです、それちょっと知らなかったですね。その一戦、今回のシングルマッチでは、まあ、戦いに挑む気持ちが違うんだという先ほど岡田アナウンサーからのリポートが上がりました。ここは高橋が渡辺をボディシザーズ捉えています。そして髪の毛をつかんで、おっと渡辺とのこと、この辺りはパートナーシップ手の内はよく分かっています。世界タッグチャンピオンの2人、渡辺と、そして高橋です。高橋が渡辺をロープに振って抱え上げて、そのまま落としていきます。背骨折り、苦悶の表情渡辺智子、ここはなんとか返していきます。そして逆襟に持っていく高橋七重、7.27 代々木、あのラスカチョーラスオリエンタレスから見事世界タッグチャンピオンのベルトを呼び取りました高橋、そして渡辺、その両雄が今日はジャパングランプリの公式戦シングルマッチでの対戦です。そこはロープに逃れました渡辺。ここまで3勝5敗2分けという高橋です。対する渡辺も6勝4敗、すでにこのジャパングランプリ2001年の優勝戦線からは遠ざかっています。今日が最終戦、ロープに向かって、おっとここはまた場外乱闘になっていくか。場外に落ちたのが渡辺です。リング上で、さあここで飛ぶか、人間冷蔵庫、渡辺を的確にヒットします。非常にこのパワーのある2人です。一つ一つの技に重みがあります。もちろんダメージも蓄積していきます。さあそしてこの辺りは高橋七重が優雅に試合を展開していますが、ここはかわした渡辺智子、この辺は先輩の意地、試合巧者の渡辺、あっと高橋七重がしかし立ち上がります。抱えて、なだれ式のブレンバスターに持っていく、高さがあります。落下していったその角度が不敵に笑った高橋七重、カウントは2つ。いや宮本さん、一つ一つの技が大きいですね。そうですね、うん、どんな決勝すると今度は投げっぱなしです。ラリアット、一つ一つの技、受け身を取るこの渡辺智子ですが、このリングが大きく波打っています。カウンター2つ、おっと今度は場外に突き落としたのが渡辺です。高橋七重が場外です。渡辺が何を狙っていくか、その場から体を預けていきました。そして助走を取り出した渡辺、高橋七重が立ち上がった、その瞬間を狙っているラリアット、空を切った、逆に右のラリアット、ラリアット対決場外乱闘は高橋七重に軍配です。
おお、はい、そして今度は高橋直江、やっと振り返した渡辺智子です。タイプ椅子ごと滑っていきました高橋直江です。今日は入場の際から非常に気合が入っていました高橋直江です。世界タッグチャンピオン対決、先ほどかわされたもう一度ラリアットを狙っていく。今度はこの二の腕、高橋七重の首のあたりねじ込んでいきます。さあ再び試合はリング上でダメージを受けた高橋七重に対して渡辺智子がトップロープかわしますが、このラリアット空を切ってバックを取って電光石火という間のバックドロップ、高橋七重です。まだ今日は渡辺の大技が出ていませんが、背面プランチャー足が待っていました。手の内はよく分かっています。さあここで渡辺がトップロープに向かう。何を出すか、高橋はリングの中央、渡辺が狙っている。もう一度挟んでいきます。カントは2つ渡辺も右の膝にテーピングを貼っています。非常に大きなダメージを受け満身創痍の渡辺智子ですが、今日はこのジャパングランプリ最後の一戦にラリアットは同士打ち。この超満員後楽園ホールに集まったファンに面白い試合をという渡辺のメッセージ、そしてリング上で答えを見せています。バーチャーでは高橋ボディアタックかそれともラリアットかよく分かりませんが、そのまま投げ倒していきました。ロープに振って、あっと今度は右のラリアット、互い一つ一つ大きな技を繰り出していきます。大丈夫、ちゃんとやってよ。ここまでの展開、宮本さん、いかがですか。いや、やっぱり、まあ、一種一体じゃないですか ね, ねえ、何か序盤からね、どっちも気持ちがね、はい、高めに引けないですよ ね世界で一番強い2人組が現在リング上に相対している高橋七重と渡辺智子です。まあ、それに恥じぬと言いましょうか、このパートナー対決、戦場の誇るタワーファイター。距離を取ってラリアットもう一度かわしてバックドロップに弾め、斜めの角度で入っていきました高橋七重。さあ3発目を出していく、高角度のバックドロップです。高さとパワーを生かした高橋、一昨年に同じようにジャパングランプリ勝利を収めた高橋七重。さあここは背面のプランチャーを落としていきます。これで決まるか、カウントは渡辺智子も意地があります。ブレンバスターの体勢、ここはパワーが足りません。そしてラリアット今度体勢に行く、なんと当たつ、さらにもう一度抱え上げてカウント、この角度はまずいぞ。あー、高橋も返しました。この当たりが世界タッグのベルトを巻くそのプライドでしょう。高橋七重よく返します。さあしかし一目はヘルスマッシャーに持っていくか、重い重い高橋七重、ラリアットをかわして逆にラリアット、そのままホールの体勢に持っていく、カウントは2つ、逆に高橋決まったのか、カウントはどうか。すでに優勝は遠のいた両雄ですが、大技を繰り出してお互いの持ち味を十分に出し合っています。さあこの結末やいかに、まだ渡辺智子のヘルスマッシャーが決まってはいません。右のラリアット、そしてすぐに起こしてバックを取って、なんと体重を当てた高橋、カウント3つ。 3WE 世界タッグチャンピオンパートナー対決は高橋七重に軍配です。いやー、宮本さん、最後は高橋七重がよく体重を浴びせていきました。そうですね、なんかうまいタイミングでね、スリーカウント取ってしまいましたけども、うん、
まあ、前女が誇るこの2人の偉大パワーファイターの対決、渡辺智子はリングの重要、悔しそうに足をバタバタさせてあります。なんか高橋の気持ちでね、なんかスリーカウントしてしまったそうですね。高橋七重、先輩渡辺からこれは貴重な白星です。2001年、世界最強のタッグに名乗りを上げたこの両雄、そして高橋にとってみればもう一度白いベルトへ、そんな気持ちの、そしてそんなファンの期待のふつふつと募ってくる一戦を見せてくれました。今戦いを終えた渡辺、そして高橋どうかな、がっちりと、ああ渡辺がやめました。握手は見せません。ああ先輩が通るからロープを開けなさいという渡辺智子の意地です。それを追いかけるようにパートナーの高橋七重が追いかけます。そして今肩を取り合って支え合うように2人がリングを後にします。世界タッグチャンピオンの両雄の対決、高橋七重の勝利です。ジャパングランプリ01公式リーグ戦30分一本勝負を行います。はじめに青コーナーより那須賀町ラストオリエンタです下田美誠選手の入場です。那須賀町ラストオリエンタです。下田美誠リンクのパイピースとともに入場です。今日の相手は中西桃江、ジャパングランプリ初制覇をもくろむ若き中西の壁となって立ちはだかります。下田美誠です。
ス、右のエルボー、そしてインサイド、ようやく中西の元気が取り戻されてきました。髪の毛を掴んで引っ張っていく中西桃江、場外乱闘になりました。場外乱闘での幕開けとなりました。下前が主導権を握っています。宮本さん、大変な幕開けですね。そうですね、もう西の気迫、場外乱闘を制しました。はい、西岡さん、この試合が前の、ね、中西の表情なんですよね、手のひらを組み合わせて、はい、集中するような、もう何かに祈るようなそんな表情。あ、そうですか、非常に印象的でした。この一戦の大事さがね、中西ももちろんよく分かっているでしょう。現在伊藤薫が残り1つ試合を残して勝ち点15、そしてすでに試合を終えた前川久美子が勝ち点16で現在は暫定トップ、そしてこの今リング上、中西桃江は勝ち点14、前川久美子とは2ポイントの差がついています。ドラゴンスープレックスの構えですから、宮本さん、もう中西に残された道はただ一つ、ムンサルト。ここは回転空を切ります。もう勝つしかないんですよね。そうなんですね、もう勝って、もういつの結果を待つ、もう天命待ちでしかないんですけどね。そこに下田美和の回転式かかとが落ちてきます。後頭部、頭を押さえました。中西桃江ピンチを迎えます。もう中西と下田のシングルでは初対決なんですよね。ああ、そうですか。だからね、もう中西もね、終盤ラスカチョにですね、挟み撃ちにあってですね、はい、三谷は敗れてますから。そうですね、今日はもう何としてでもですね、勝たないことにはもう優勝の扉はですね、はい、完全に閉ざされますから。そうですね、最後の扉、21世紀この新時代の幕開け、新しい時代の扉を開くために、中西桃江、そして下田美和、再び場外乱闘になってタイプイス。中西桃江の表情がややうつぼげ、心配です。お気をつけください。選手も広がってください。選手お下がりください。お気をつけください。中西が下田の髪を引っ張るというシーンがありましたが、今度は形勢逆転です。おっとっと、長椅子の上、いやテーブルの上です。後楽園ホールがどよめきます。あんな大技で大丈夫なのか、中西の体が心配ですが、水を飲んでそれを吐きかけます。セコンドには前川です。現在暫定トップに立っている前川がセコンドについています。下田美和にとってみれば、すでに優勝戦線からは脱落していますが、上優の前川のためにという意味ももちろんここは含まれるわけですね。あっと、中西早くも鮮血が滴り落ちている。中西のおでこのあたりから赤い鮮血がほとばしています。テーブルの上、あっと、そしてその傷口にさらにその下田美和の歯が立っていく、噛みついていきます。中西がここで大きくスタミナをロスします。場外乱闘はまだまだ終わらない。場外乱闘はまだまだ終わらない。
西桃江の肺からは赤い鮮血が滴り落ちています。早くも出血、場外乱闘になりました。ジャパングランプリ、これが最終戦です。中西に許されたのは勝利の二文字のみ。初制覇に向けて危うし中西桃江乗ってきた。カメラ扉の向こうに中西桃江の姿が消えていきます。笑みをたたえた下田美誠、ハイプイスを3つ4つ抱えて自らの青コーナーに舞い戻ります。下田美誠階段を転げ落ちるように中西桃江です。すでに顔面は真っ赤です。顔面は真っ赤です。中西桃江の顔面は真っ赤。その間に下田がリング上中央にハイピースを3つ4つ積み立てていきます。伏線を張る下田、これ以上のスタミナロスが危ぶまれます。中西すでに足腰はフラフラ。ピンクのハイピース非常に呼び正しい出血の量です。中西です。この一戦に許されるのは勝利あるのみ。試合の前から非常に気合いの入っていたという中西桃江ですが、よみがえれ中西桃江、よみがえれ。ハイピースの上にこれをした中西、下田が飛んでくるか。セカンドロープ上の攻防、抱え上げてきた。突き落とされました中西です。そして下田、今度はトップロープに、あとパイプイス相打ちのような格好になりました。いや宮本さん、前川の存在というのがね。そうですね、これはもう中西もハンデ大きいですね。パイプイス起死回生の一撃、モラッチは決まりません。ようやくリング上のパイプ椅子が乗せられました。中西はここまで2敗を喫していますが、前川と三田、いずれもラスカチョの2人がかり、あるいは3人がかりの攻撃に痛い黒星を喫しています。中西が待っている。すでに場外乱闘、スタミナを使い切っています中西。タイガースープレックス、そのままホールド。アンコア 2.5 危うし。中西桃江危うしです。初制覇のその扉が閉じかけています。再び叩き割れるか中西。ちょっとやっぱり足腰にも来ているようです中西。さあ早くも大技が出るのか。デスレイク、デスレイク、投げっぱなし、危ない中西。いつカウントが3つ入ってもおかしくないような状況になりました。そうですね、もう下田はもうすでにね脱落してますから、これ何としてももう中西も引きずり落としてやるというですね。平手打ち、枠を取ってドラゴン、合格も決まっているが、カウントは1つ、カウントはたったの1つ。ほとんどですから下田はここまでダメージを抱えていません。もう一度スープレックス2連発。中西の上に大きな歓声、足元ふらつく中西、ロープに行ってから馬跳びのような状況になって右のナックルブロー、あとドッキリを壊した。そしてバックを追って顔を角度、後方角度、ジャパンスープレックス、奇跡の逆転勝利。時代の扉はまだまだ閉じる。中西桃江逆転のジャーマンスープレックスホールド、ドッキリをかわして優勝戦線に残りました。これで前川久美子と並んで8点10点、アンドルトップ。
本田の方がね、どこ切りで絶対いけるというね、その余裕がなんか逆にあたりになりましたよね。そうでしたね。毒切りをかわしてからのあっという間のジャーマンスープレックスホールド。もう一度試合が終わった後、この後勝ち点で並んでいる前川久美子に挑発。この後対戦する前川久美子に挑発をしました。中西桃江、気合で勝ち取った勝ち点に、これで16、トップ前川に並びました。中西桃江の気合が乗っています。まだまだその瞳、輝きを失っていません。私はセミファイナルジャパングランプリ01公式リーグ戦30分一本勝負を行います。はじめに青コーナーよりラストアップラストを迎える三田悦子選手の入場です。今日の伊藤麻耶香は中西の敵対戦では優勝の可能性もあったこの三田ですが、現在はその可能性は全く消えてしまいました。これから堀田との対戦に挑みます。第5試合ジャパングランプリ01公式リーグ戦30分一本勝負を行います。青コーナー、リーグ戦6勝3敗1分け、得点13、ラスカチョーラスオレンタルス165パンス、三田悦子。ラスカチョーラスオリエンタルス三田悦子。長コーナー、リーグ戦4勝5敗1分け、得点9、180パンス、堀田。最後には脚立が控えています。堀田由美子、レフリー笹崎克美。しかし堀田由美子、この黒い脚立、不気味な脚立、一旦これをリングの外に置きます。伊藤の試合でも持ってきたこの脚立、今日は反便所軍共闘しているこの三田に対してどういう形で使っていくんでしょうか。両者の握手はありませんでした。そしてゴングがかき鳴らされます。おっと、ラスカチョーラスオリエンタルスを挑発しました。堀田です。まず宮本さん、はい、この2人の対戦を、まあ、優勝が全く絡まないという形で迎えるというのはちょっと想像していなかったですか。いや、意外でしたね。まあ、三田もね、昨年は準優勝で、伊藤には優勝を譲りましたけども、はい、いきなりデスバレーかというところ、ここはかわしていきます。まあ、これは優勝が2人とも、まあ、もちろんこの優勝候補の中には入っていたんですが、三田悦子は実は今日の段階までは優勝の可能性がありました。現在の得点で言えば前川が16点、中西が16点、伊藤が15点、まあ、続いて4位の三田13点ですから、どんなに点数を加えてももう優勝ということは無理になりました。
現在は堀田が三田を捕まえています。堀田が三田のサポーターをしている足を打ちつけていきます。2人とも反前女軍、まあ、いわば共闘している仲間同士の対戦ですが、このジャパングランプリ狂気攻撃が使われていくのか。早くも片津が登場している。投げつけていく。乾いた金属音が後楽園ホールに響いています。そしてこの脚立を今度はどのような形で使うのか。一旦矛先を収めています。堀田由美子です。そしてリングで三田の戻りを待ちます。堀田は現在は勝ち点9、なんと12選手中9位という成績、まあ、宮本さん、堀田という選手がこんな成績を残してしまうとは。いやもうちょっとね、まあ、ここまで落ちたのは初めてじゃないですかね。1994年のジャパングランプリの王者です。しかし毎回ねこう優勝には絡んできてましたからね。そうですよね。今回は上位陣にはことごとく敗れ、高橋、脇澤、藤井、能見、この4人から勝ち星を挙げたのみということになりました。しかし宮本さん、この前 の伊藤との試合、脚立を持って登場しましたが、はい、ああいう大事な試合になるとこの人の存在感というのはすごいですね。いやそうですよね、まあ、今日もねやっぱり締めくくりにあたって、なんかやっぱり自分としてもね、はい、けじめをつけないことには収まりはつかないでしょうから、やはりイタスマッチのですね脚立を持ってきたんでしょうね、はい。まあ、勝ち点9という成績ではありますが、それとは反比例して増えていくかのようなこの存在感。じっくりとこの氷のような表情で三田を見つめています。力比べは三田が勝利しています。顎を打ちつけます。もう一度、これは顎に強力な力がかかっています。三田の駅伝サイドには飛鳥長田オリエンタレス下田美奈もついています。カウンターをワンで跳ね返していきました。そして宮本さん、この右足に対する攻撃ですね。ここ三田は振り傷ですからね。そうですね、まあ、やっぱり足を止めるのが、ね、一番でしょうから、はい。やはりこの試合に対するモチベーション、堀田由美子かなり高いようです。やはり勝ち点9できた本人のプライドとしてもこれは許さないでしょう。そうですね、まあ、少なくともですね、まあ、9点からですね2桁には乗けたいでしょうね。そうですね、なんといっても12選手中9位という成績です。まずは堀田が得意なグラウンド、このジャパングランプリの意外ない成績をこの一試合で晴らしてみせようと言わんばかりの先制攻撃を仕掛けています。そして何かあった時のためにはエプロンサイド脚立が待っています。ゆっくりと三田がロープに手を伸ばしました。しかしここにすかさず突っかかっていきます。堀田です。ロープに救われています。三田悦子、まあ、一方の三田は 3AA のタックのベルトを失い、そしてジャパングランプリも昨日まで、そして今日の先ほどまで優勝の可能性はあったんですが、それもなくしてしまいました。2ヶ月にわたって行われているジャパングランプリ、いよいよ最終日を迎えています。まあ、全選手それぞれのこう思惑というのがあるんですが、この試合は両者に占める割合は低いというものが大きいかもしれませんが、このプレイジングチョップ力を込めていきます。もう一発いった、ベージングチョップ弾き飛ばした。なんといっても去年の準優勝の三田悦子、まあ、宮本さん、この人はジャパングランプリの優勝はないんですが、もう毎回あとわずかというところで逃してしまうんですよね。そうですね、まあ、そうちょっとね難しいんですけど、やっぱり、まあ、はい、というか月もね、積み方しないとなかなかこういう大会優勝できないんですよね、はい。なんといってもタックのナスカチョーラスオリエンタレスとしての三田悦子というイメージが強いんですが、そうですね、シングルでもこの人はもう実力者です。もう存在感はね、本当にすごいですよね。しかしこの真夏の祭典ジャパングランプリには今年も縁がなかったということになりました。どうでしょう、この2人反前女軍ということで共闘している立場ですが、ここまではかなりのガチンコ勝負ですね。そうですね、まあ、やっぱり同じ軍団内でもですね、はい、まあ、主導権といいますか、そういうものをめぐってはやっぱり微妙なものがあるじゃないですかね。そうですか。エプロンサイドのナスカチョーラスオレンタレスの下田美馬が
かなり激しい声援を送っていますが、そういった意味で、まあ、堀田に主導権を握らせてなるものかと、そういう気持ちはラスカチョにはあるかもしれません。ただ単にジャパングランプリ最終戦という以上に今後の前場の動き、それを握っていきそうな一戦というふうにお伝えしておきましょう。足を固めています三田悦子です。 3WA タックのベルトは失いましたが、しかし何といってもこの人も実力を持っています。6勝1分け3敗、勝ち点は13。渡辺、中西、脇澤、能見、藤井、前川、この6人から白星を挙げました。さあ、この体勢で現在主導権を握っているのは三鷹。膠着状態が続いています。そしてこの後楽園ホールから奮起を促すようなホッターという声が出ました。黄色いパイプを取り出した。今度は逆襲です。テーピングをしている堀田の左足を狙っていきます。両者ともにお互いの弱いところを狙っていくような、そういう試合になりました。髪を掴んで堀田を引き起こします。一旦呼吸を整えてロープに振る。戻ってきたところ、ブレイジングチョップと打ち合いになった。どっちが勝つ。堀田のキックが勝った。後頭部に蹴りが入りました。悔しがる見た。さあ、キックが一発出ました堀田由美子。タイガードライバーをかわした。もう一度行く。落としてきた。タイガードライバー。すかさずここで腕しぎ逆十字に持っていきます。これは宮本さん、まだ決まっていないですね。まだ伸ばしてませんからね。まだ決まってはいません。腕をロックしています。三田悦子、そしてなんとか回転してロープに足を伸ばそうというところ、そのロープには足が伸びません。こうしている間にこのグランドテクニックにかけている堀田ですが、なんとかエスケープロープ足が伸びています。激しいキック。外に落とした。場外乱闘になります。両者ともいわば現在は仲間の立場ですが、しかしこの試合お互いに容赦は全くなし。振りつけられた状態になりました堀田由美子。その堀田を引き起こして今度は逆サイド、椅子の山の中に堀田を投げつけていきます。そして三田は、先ほど下田がやったのと同じような攻撃をこれから見せるのか。まず一つタイプ椅子をリングの中央に投げ入れました。そして自らの手にも椅子がしっかりと握られています。そしてこの椅子の絨毯を作っていきます。やはりこの辺り前の試合では、下田美誠が敗れはしましたが、この攻撃を見せました。そしてそのパートナーの思いを引き継ぐかのように、今度は堀田由美子に対してこのタイプ椅子の絨毯の上に堀田の巨体を振らせようというのか。三田悦子、堀田の髪を掴んだ。ラスカチョもね、やっぱり同じリングでね、2人とも負けるわけにはできませんよね。はい、そういった思いもあるでしょう。あとこれは三田がレフリーに対しても激しいラフ攻撃。10分経過。レフリーは今痛んでいます。反則攻撃。まずは一発パイプ椅子。そしてこの硬い硬い絨毯の上、そして処刑台にこれから乗せていく。さあこの体勢、デスバレーが炸裂するのか。そうは立てじという堀田由美子ですが、おお、これは雪崩式、そのまま後ろに落とすか。ちょうど腰のあたりに入りました。また体重重いですからね、パイプ椅子のあれを応えますよね。はい、こういった場合には堀田の重い体重が自らのウィークポイントになってしまいます。
自らの体重に苦しめられる形になった堀田由美子。エルボスマッシュ。三田悦子のやはりラフ攻撃に対する試合巧者ぶりがいかんなく発揮されています。小手が入りました。今度は逆襲です。堀田由美子、堀田もこのラフ攻撃に対してはかなり怒りをあらわにしています。ああ、そして形が飛び出した。宮本さん、この形どう使ってくるんですかね。そうですね、この上に上がるんですかね。あ、しかしかなり、どういう形になるのかちょっと想像がつきません。足を渡すように2つのパイプ椅子と椅子と椅子との間を片手でつないだ。そしてこれは一体どう使おうというのか。いや、宮本さん、これ見たことないですね。そうですね、これパワーボムでもやるんですかね。しかしこれは全く危険です。非常に危険。落としてきた。これは痛い。これは痛かったですね、今のは。いや、宮本さん、衝撃をあれ完全に吸収してしまうと思うんですが、はい、もう三田も本当にもう腰を抱えてますよ。まああれが衝撃を吸収してくれるようなリングの上、あるいは他のものであれば、まあ、衝撃は直接腰には来ないんですが、しかしかなり跳ね返るような形、強い衝撃を受けています。しかし三田立ち直った。なんとか返しています堀田由美子。あの攻撃を受けた三田悦子がここから立ち直りを見せてきました。まずはデスバレー。しかし両者ともかなりグロッキーな状態になってきています。オーバーヘッドキック、足元が定まらない両者。ここにも蹴りが入る。そしてすかさずピラミッド。ピラミッドも2つで崩れている。さあ、この反前女軍の主導権を握ると言ってもいいこの大技の打ち合い、果たして勝つのはどちらか。また顎を掴んでいきました。顎に対する衝撃を加えていきます。蹴りはかわした。ラバスティング弾き返します。オッタも弾き返します。ここまでの自分たちの不甲斐ない戦いに対するこう怒りを爆発させるような、そんなジャパングランプリ2人にとっての最終戦になっています。焦点かわした。もう一度行く。抱え上げた。デスバレー。しかし返す。ホッタが返す。ね、もう勝ったからね、ここからも行ったんですけどね、はい、もうこれだけの重量級の技はね、はい、本当にもうドキドキしますよね。全く優勝には絡んでいない両者ですが、この技の打ち合いというのは非常に見応えがありますね、はい、非常に見応えがあるこの技の打ち合い。もう一度これでフィニッシュ。レベルの高い攻防です。そうですね、もう堀田もね、今のデスバレー読んでね、やらせて腕を取りに来ましたね。あえてこう、まあ、肉を切らせて骨を立つというような、そういった攻撃に出ました。さあ、そして翔平です。この腕しぎで流れを掴んだか堀田由美子。さあ、カリビアの対戦か。翔平がここで入る。カリビアンスプラッシュ。トップロープから行く。三田の体はくの字に折れ曲がっている。まさに両者
今度は前でクロスしてピラミッドドライバー、大きなコース、しかし決まらない、決まりますね、もう取ったは含めてというほど技を出しています。しかし決まらない、そして腕を回した、この体勢は昇天か、勢いをつけて昇天いく、そしてピラミッドドライバー、これが決まったー、堀田由美子全てを出してきました。そして最後はピラミッドドライバー2連発、堀田由美子選手のコール勝ち、堀田由美子のプライドを見た試合でした。ありがとうございます。試合は16分の7秒、本当にどうしちゃったんだろうという選手だったんですが、この最終戦引き2桁に乗せてですね、自分が持ったよというですね、そういう力を誇ってきたような試合ですね。なんだかこう非常に強烈な自己アピール、そして落下値に対して形で投げつけていく、あいや宮本さん、この動きなんですが、一応これまでは仲間と言っても良かった両者だと思うんですが、そうですね、なんか分断内ね、なんかひび割れが入ったかなと思いますね、これちょっと今後に波乱の展開を感じさせるような、まだ戦いは続いています。一枚岩ではなくなってきたこの反全処分ということになるんでしょうか。おいしょら、塚ちゃん、おい、ラスカチョーラスオレンタレスト、堀田由美子、新たな一本の種を残してこの試合は終わっています。勝ったのは堀田由美子、ジャパングランプリ最終戦を白星で飾っています。ジャパングランプリ公式リーグ戦30分一本勝負を行います。はじめに青木さんより豊田真奈美選手の入場です。新世紀のチャンピオンは果たしてこの試合で決まるんでしょうか。さあまずはジャパングランプリ最多優勝者、今年の優勝はすでに逃したものの、女王として長く君臨した意地を見せることができるか、豊田真奈美のリングイン。ジャパングランプリゼルワン公式リーグ戦30分一本勝負を行います。青コーナー、リーグ戦5勝4敗1引き分け、得点11、150パンス、トヨタマナミ、一矢報いた女王トヨタマナミです。そのトヨタが自らのコールと同時に一気に伊藤薫に襲いかかっていきました。そしてまだ伊藤薫
ールも紹介のコールも素直のうちにこの騒然とした中で戦いの開始を決めるゴングが鳴り響いています。後楽園ホール仕掛けていったのは豊田真奈美です。豊田真奈美が早くも非常に高いこの打点中をふわっと待っていきました。前座の飛翔天女豊田真奈美です。ディフェンディングチャンピオン伊藤薫は若干今日疲れた形となりました。伊藤は勝てば文句なしの優勝がこの試合で決まります。ここは豊田真奈美の奇襲戦法の前に苦しんでいます。馬乗りになっている豊田真奈美、一方の豊田はこの試合の勝ち負けに関係なくもうすでにジャパングランプリの優勝戦線からは脱落していますが、しかし宮本さん、この辺りは豊田の意地でしょうかね。やはりね、まあ17回の大会で迎えたんですけども、はい、過去4回最多の優勝を誇っているこの豊田がですね、そうですね、もう最終戦にですね、優勝争いに絡めなかったというね、こんな屈辱はないと思うんですよね。まさにそうですね、はい、まあ言ってみれば、まあ、今の時代の王者が伊藤ならば一つ前の時代の王者が豊田真奈美、そうですね、という形だと思うんです。まあ女帝ともいわれる今存在なんですけども、はい、やっぱりもうこの気持ちは複雑でですね、はい、まあ、この伊藤に勝てないわけにはですね、やっぱりそのメンツもないですから、やっぱり最初のね、不意打ちのドロップキックを見舞ったのもですね、その気持ちの表れだと思いますね、はい。まあ、一方の伊藤の立場から見れば、まあ、勝てばこの試合で文句なしの優勝が決まります。しかしこの伊藤自身の試合の前で、ちょっと一気に裏投げに持っていった前川と中西がすでに勝ち点16、現在伊藤は勝ち点15ですから、その上を行っています。伊藤は最低でも引き分けが優勝戦線に絡む条件となってきます。伊藤がもしこの試合で引き分けますと勝ち点16に伊藤、前川、中西の3人が並んで三つどもえ戦の三つどもえ戦に入っていきます。一方の伊藤がこの試合でトヨタから白星を挙げればその時点で伊藤薫2年連続3度目のジャパングランプリ制覇が決まります。まあ、すでにあの暫定1位がですね、2人出てですね、やっぱそういう点も非常にこうプレッシャーになってくると思いますよね。そして宮本さん、あの気になるのがですね、伊藤の体なんですね。そうですね、あのまあエリンとヒル戦でですね、まあ右腕痛めてですね、まあ左のテーピングきっちりしてますけども、やはりあの本人はあまり言わないですけども、かなり痛んでると思うんですよね。まあ、精神的にもですね、はい、やっぱりまあベルト返上うんぬんという発言もしてますけども、はい、やっぱりこのグランプリ優勝してですね、なんか晴れた自分自身こう納得する形でもう一回ベルトを巻きたいというようなことを言ってますけどもね、はい、やっぱりこういろんな思いがねこのリングにあると思いますね。あの前座のリング上のジンクスで現 3W で世界シングルチャンピオンはなかなかジャパングランプリを制覇できない、まあ、こんなジンクスもありますが、果たして伊藤薫はシングルチャンピオンとして赤いベルトを巻く者として、さらには2年連続のジャパングランプリ制覇、この豊田真奈美戦で成し遂げることができるんでしょうか。しかし伊藤の体はご覧のように満身創痍、右腕、左腕、そして左足にもご覧のように幾重にも白いテーピングが巻かれています。この体で、しかし相手は優勝戦線から脱落しているとはいえ豊田真奈美です。まあ、宮本さん、並大抵のことでは下せる相手ではないですからね。そうですね、まあ、チャンピオン伊藤にしてもですね、はい、やっぱりトヨタはまだまだこう壁ですからね。そうですね、そのトヨタの立ち上がりは奇襲戦法をもらいましたが、ここはじっくりじっくり片襟固めからカメルクラッチの体勢に移っていきます。勝てば文句なし、引き分けなら前川中西との三つどもえ戦。万が一宮本さん、まあ、三つどもえ戦ということになりますと、実はリーグ戦で伊藤は中西とは引き分けて前川には敗れてるんですよね。そうですね、となりますとこれ三つどもえ戦となりますと、宮本さん、伊藤の気持ちはどうなりますか。いや、もう豊田戦戦って、すぐあの三つどもえ戦に入るわけですから、そういう意味でもハンデありますよね。身長腰感情でちょっと身が悪い相手になっている、はい、という意味では一気に
この豊田戦で決めたいというのが伊藤の心情でしょう。もう勝てば文句ないわけですから、ね、もう自力優勝の権利はこの人しか見てないわけですからね。しかしその伊藤のテーピングが巻かれた左足に豊田真奈美が攻撃のターゲットを絞ってくるか。5分経過の技に持っていきます。試合時間は5分が経過しました。30分の一本勝負のジャパングランプリ0番公式リーグ戦です。リバースのインディアンデスロックの体勢に入りました。豊田真奈美です。場内を煽っていくディフェンディングチャンピオン、そして現在赤いベルトを巻く伊藤薫を締め上げていきます。ジャパングランプリはこれまで全選手中最多優勝4回を誇っている豊田真奈美、一番最近は2年前です。そのトヨタがこの伊藤に対して一つ意地を見せることができるんでしょうか。伊藤に攻撃を仕掛けていく。やはりこれはトヨタは伊藤の左足にちょっとターゲットを絞りつつあるんでしょうか。まあ、本来ならば宮本さん、伊藤としてもテーピングを巻きたくないところなんでしょうね。そうですよね、あんまり弱みは見せたくないんでしょうけども、しかしテーピングを巻かざるを得ない伊藤の身体的な状況というのもあります。さあ足を決められている伊藤薫、サードロープ、しかし取れたもね、はい、何振りかまわずもう弱点攻めに来ますよね。ますね。トヨタ真奈美は勝ち点は11、ここまでは5勝4敗1分けという成績です。今かすかに伊藤薫の右手の指先がエスケープロープに触れていますが、今掴んだ、かろうじてエスケープロープに手を伸ばしました命綱。しかしトヨタ真奈美はこの伊藤薫を逃しません。トヨタ真奈美はたとえこの伊藤から今日黒星を収めてももう優勝はないわけです。さあ中央にターゲットはボディではなくて左の足です。あの白いテーピング、まだまだ伊藤薫のその肉体に残る傷跡に豊田真奈美は目標を定めてきました。ロープにこれは据え付けておいて、そして体重を落としていきます豊田真奈美です。ここのところのこの両者のシングルマッチ対決は若干トヨタ真奈美は分が悪い数字を残しているんですが、しかし今日の一戦は優勝戦線から脱落してしまったその悔しさと、かつての女王としての意地を伊藤薫に対してぶつけていますトヨタ真奈美です。持ち上げることができるか、踏み応えている伊藤薫、ディフェンディングチャンピオンか、それとも前チャンピオンか、ここは伊藤薫です。伊藤薫の腰の強さが豊田真奈美を上回っていますが、やはりちょっと左足を引きずっていますが、エルボードロップを落としていきます。非常に重い伊藤薫のエルボードロップ、しかしすかさず左足を締め上げていきます。裏アキレスを取っています豊田真奈美。伊藤薫はこのリング上のポジションに救われました。サードロープに手が伸びていました。しかし両者の表情を見比べても苦しい表情を浮かべているのはディフェンディングチャンピオンの伊藤薫です。背後から話しますが、ここは伊藤薫、背後から忍び寄ってくるトヨタの気配をよく感じていましたが、しかしご覧のように左足を時折引きずっています伊藤薫です。その伊藤がロープに飛ばした、ここは本当にうまい、非常にうまいインサイドワークです。思わず笑みがこぼれていますトヨタ真奈美です。ニュージャランドコーナートップロープを抜いていく、この体勢抑え込んでいく、敗れればその時点で伊藤薫優勝戦線から脱落です。しかも宮本さん、今日のトヨタはこれは調子がいいですね。そうですね、あの動きいいですよね、はい、何かプレッシャーがない分、チキンからのアリアット、伊藤薫起死回生を狙っていく。トヨタ真奈美が非常に今日は調子がいい、そのトヨタから白星をもぎ取ってこの一戦で優勝を決めたい伊藤薫です。かなりこの左足に攻撃をされていましたから、そのあたりのダメージが気になりますが、投げを打っていった伊藤薫、しかしまだ体重を乗せることができていません。左足を引きずりながらの攻撃となっています伊藤薫、ここを持っていきますが、一
つもの伊藤薫の技の完成度ではないような気もするんですが、どうですか宮本さん、やはりやっぱりなんか左足の踏ん張りが効かないんですよね、技を投げてもね、はい、なんか気持ちないですよね、ここはフィギュア4レッグロックにリングのセンターポジションで起用してきた伊藤薫、さあ30分の一本勝負は10分を経過しました。勝てば優勝がこの試合で決まる伊藤薫の一戦です。引き分ければ中西そして前川と勝ち点16で並んで三つどもえ戦に入ります。もちろんこの試合伊藤薫がもしトヨタの前に星を落とせばその時点で新世紀のジャパングランプリ優勝戦線脱落が決まってしまいます。さあ痛い左足を軸としてのこの4の字固め絞り込んでいる伊藤薫、トヨタにとってはこれはポジションが悪い。リングのほぼ中央です。四方のサードロープ、エスケープロープからは最も遠いポジションにトヨタの肉体は位置しています。さあ締め上げていく伊藤薫、これ軸が痛めてる左足ですから伊藤としては絞りながらも若干左足が痛いそんな状況かもしれませんが、ここはトヨタの足を殺してトヨタの持ち味であるスピードを封鎖していこうという伊藤薫の作戦でしょうか。少し長い時間トヨタまなみがこの伊藤薫の4の字固めをもらっています。今その伊藤薫の4の字固めがほどけましたが、トヨタまなみも若干足にダメージを引きずる形となりましたが、あやはりまだ伊藤は左足を引きずっています。4の字固めで攻めたトヨタの右の膝の内側にエルボードロップを落としていく伊藤薫、今度は体重を浴びせていった。トヨタまなみの表情に苦痛が浮かんでいます。そして片襟固めです。ただの片襟固めでも伊藤薫が出す片襟固めはそのままフィニッシュホールドにもつながりかねない破壊力を秘めているわけですが、さあ全体重を落としていく満身創痍の伊藤薫、勝てば2年連続3度目のジャパングランプリ制覇、現 3AA シングルチャンピオンはジャパングランプリを制覇できないそのジンクスを打ち破るべく2年連続3度目の頂点へ目指す伊藤薫の敵はトヨタまなみです。公式リーグ最終戦、さあここでようやく形勢が逆転してきたか。伊藤薫がトヨタをロープに飛ばしていった、跳ね返ってきたところからサードロープの位置に救われました伊藤薫です。ああいった技の切り返しを見てもトヨタの今日の調子の良さがうかがい知れます。ロープに飛ばし返した伊藤、ラリアットはかわした、ここもトヨタか、トヨタがバックを取っている。この技も伊藤薫の前には通用しないのか、弾き上げて場外に転落はトヨタまなみです。自らロープに飛んでスライディングキック、さらに場外遠方へ突き飛ばしていきました伊藤薫です。さあ場外乱闘になるか、この試合立ち上がり奇襲戦法を打っていったのはトヨタまなみ、そのトヨタに対して伊藤薫が肉体爆弾完封、スピードを全く緩めることなく場外へ突っ込んでいった伊藤薫。さあダメージの具合はどうか、まだ伊藤薫は足を引きずりながらの状況ですが、さあトヨタまなみはあっとここのフットスタンプ、しかしこれはトヨタから一発かわして場外でジャーマンです。西岡さん、トヨタのダメージはどうですか。今のはね、かなり伊藤が足を痛めて、さらに痛めてしまったようです。ああ、そうですか。今のかわされたことによって、かなり左足を引きずっています。はい、最初の一発はトヨタがもらったんですが、どうやらそのトヨタのダメージはないよう、逆に伊藤の方がちょっと分が悪いという状況になりつつあるようですが、さあ、後楽園ホール、たくさんのお客さんの間をかき分けて、トヨタまなみが伊藤薫を引きずり回しています。場外乱闘、打って出たのは伊藤薫、しかしあっという間に形勢逆転、今日のトヨタまなみは手強い、そしてこの位置からこの位置からトヨタまなみが突っ込んでいったか、伊藤薫が間一髪か、クリーンヒットならば危ないシーンでしたこの場外乱闘。さあ場外乱闘もこれは一進一退の攻防となりつつあるようですが、後楽園ホールの壁に下高打ちつけていますトヨタまなみの肉体、そして突っ込んでいった伊藤、
場外乱闘の、さあこれはどちらにダメージが残るか、ディフェンディングチャンピオンの伊藤薫か、それともこれまで最多優勝を誇っている豊田真奈美か。あ、どうやら伊藤薫が豊田真奈美の格闘技を踏まえてリングへと今戻ってきています。共にダメージを与え合ったこの場外乱闘、しかし最後に主導権を握ってリングへ、戦いの場へ戻ってくるのは伊藤か。この試合トヨタを下せばその時点でジャパングランプリ新世紀最初の王者。さあ伊藤がトヨタを捕まえています。場外乱闘、最後に主導権を握ったのは伊藤薫です。満身創痍の伊藤薫、右腕にも、そして左腕にも、左の足にも痛いらしいテーピングが巻かれています。さあその伊藤が左手を高々と上げて、今ゆっくりとセットアップ。しかしこれは豊田がかわした、ラリアットもかわして自らロープに飛んで抱え上げた。伊藤薫が初めて豊田に対して大技を決めて、ああフットスタンプに行こうかというシーンでしたが、これはいち早く豊田が感づきました。ラリアットかわして、さあ入った、豊田真奈美がローリングプレイドル、リング上に一生懸命が花を咲かせています。抑え込んでカウントは2です。伊藤も一つ宮本さん大技を出したんですが、そうですね、なかなか決定的なね、ダメージ与えるとまでいかないですよね。何しろ今日のトヨタは動きにキレがあります。逆にいつものスピード完成度ではないのが伊藤薫です。セカンドロープに向かってくるこの伊藤に対してナックルの打ち合い、エルボーの打ち合い、さあ制空権はどちらが制するか、伊藤かトヨタか、伊藤かトヨタか、肩越しに担ぎ上げた伊藤薫がトヨタ真奈美を制した。流れ式は伊藤薫の勝ち、勝てば優勝、カウントは2つ、しかもトヨタ真奈美はブリッジで返しています。まだ余力が残っているか、パードバッター、少しそして一気にジャックライフを持っていった、複合技を受けてきました伊藤薫です。これは珍しいシーンです。勝てば優勝、足を引きずりながらそれでも新世紀最初の頂点を目指すディフェンディングチャンピオン、トヨタ真奈美がこれはフットスタンプの射程距離を離れて投げっぱなしのジャーマンです。視野も広いトヨタ真奈美、ラリアットは互角か、伊藤が制すか、このパワーボバック、今度こそ完璧に決まったか、いや、カットは2つ、ようやく初めていい形でパワーボムが拾ったんですけれども、この大技のカウントは2つ、しかしまだトヨタ真奈美は立ち上がることができない。あ、伊藤のスタートですよね。セカンドからトップロープ、2年連続最後の挑戦のフットスタンプはかわされた。ラリアットに行きますが、しかしかわされたあの衝撃が逆に伊藤薫の肉体、左足にダメージを残しています。かわしたトヨタが逆にスピードを取り戻して、さらに場外乱闘です。さあニュートラルコーナーにセカンドトップが追って、トヨタ真奈美が場外へ。森さん、はい、今伊藤の右手に直撃しましたね。右手ですか、はい、右手ということはサポーターが非常に手にも巻かれてる方の、痛めてる方の腕ということになりますが、試合は30分の一本勝負のシングルマッチ、ジャパングランプリ0番公式リーグ戦、伊藤はこの星を落とすと優勝戦線脱落です。さあムーンサルト、これは速い、破れる回答、間一発、伊藤の右肩が上がっています。しかし流れは完全に焦点の豊田真奈美が伊藤薫の夢を打ち砕くか、2年ぶり3度目の頂点のその夢を打ち砕くか。ジャパニーズオーシャンが間一発かわしました。スライディングキックは伊藤薫の左足、当たりも宮本さんよく見えてますね、トヨタもね。そうですね、カウンターで入った、
左足を痛めてましたね、はい、自分で自分をなんか痛めつけてるみたいな形になりますよね。逆にね、意図がありますから、キーになりますが、はい、そして、トヨタワンにジャパニーズオーシャンバックドロップホールドはカウント2つ。逆にここはトヨタバナミの大きな技をもらっています。伊藤薫、さあ後ろ向きでトヨタバナミがしましたね。今日初めてのクリーンヒットです。抑え込んだ、決まるか。場内は大声援です。カウントは2つ。ようやく出せた伊藤薫のヒットスタンプ。しかしカウントは2つ。これが入るとトヨタは危ない。決まるか、決まるか。2年連続3度目のジャパングランプリ制覇が、あっと、まだホールには行きません。伊藤薫がまだホールには行きません。さあ、これが届く。手負いの伊藤が、満身創痍の伊藤が、3連発でもね、伊藤が粘りますね。トヨタが伊藤薫のフットスタンプ3連発に耐えています。決められないと、決まらないと、4度目のフットスタンプを狙おうかというところ。さあ背後に回った、伊藤が背後に回った。なだれ式のパートも狙っている。今トヨタがバックに回った。逆にこれはトヨタか、トヨタが担ぎ上げて、そのロープに足がかかりました。どうしても決めることができない伊藤。これは普段の伊藤の動きならば、あるいはあの3度目のフットスタンプでトヨタを沈めているところかもしれませんが、何しろ今日の伊藤はこの状態です。走り込んできてのラリアット。さあこれが届くか。4度目です。4度目、これで終わりだろう。いや、まだ行かない、まだ行かない。この試合で私は優勝を勝ち取る。いや、トヨタバナミが逆に、これはトヨタのフォロー、伊藤薫が破りました。23分12秒、伊藤薫が破れたり、エンゲルが飛んでたので、トヨタバナミ選手の攻略。なんとディフェンディングチャンピオン伊藤薫、この時点で優勝の可能性がなくなりました。トヨタバナミ選手、最低引き分けでも三つどもえ戦に入ることができた伊藤ですが、これまでのジャパングランプリ最多優勝、4度の優勝を誇るトヨタバナミの前に、伊藤薫涙のスリーカウントを聞きました。トヨタバナミ選手のゴールが聞こえまして、得点は最後の技は宮本さん、トヨタが選択しました。変形のホットスタートボールですね。この変形ボールですよね。ホッタにもこの技で勝ってるんですけども、ね、やはり重量級の選手、この技が有効のようですね。しかし、なんといっても伊藤薫がこの時点で三つどもえ戦にも持ち込むことができなかったというのは、これはある意味トヨタの執念ですよね。そういうのをやらせてしまったんですけどもね、やはり本当にもう思ってますよね。優勝音をかけながらもう残念でしょうね。伊藤薫はこの状況です。伊藤薫はこの状況、足を引きずりながら今花道を後にしています。一方、対照的なトヨタバナミ、ディフェンディングチャンピオン伊藤薫を変形のもとで下しました。やはり現 3AA 世界シングルチャンピオンがジャパングランプリを制覇することができないのか。伊
伊藤薫の2年連続3度目のジャパングランプリ優勝の夢を豊田真奈美が打ち砕きました。さあこの時点で勝ち点16、前川と中西2人が残りました。ジャパングランプリ0番は前川中西の2人による優勝決定戦となりました。優勝決定戦を行います。おい前川、今やらせろ、今すぐだ、俺やがれ、いいか、俺やらせろ、今俺がやらせ、それではこのまま優勝決定戦を行います。ここでゴングを鳴らせ、即日不戦の陽気を叩きつけています。さあ早くもニュートラルコーナートップロックが場外へ出した。さあ伊藤の敗北によってジャパングランプリの優勝決定はこの中西か前川かどちらかに絞られました。勝った方がジャパングランプリ0番のチャンピオンです。前川か中西か、この勝ち点16で並んだ両者、伊藤はこの2人の間に入ることができませんでした。さあ中西の場外での猛攻が続いています。この中西の危機迫る表情は何なのか。いやー宮本さん、ちょっとこれ中西の表情はかつてないその気合が感じるんですよね。いきなり出てきてたので、どんどん並んでいっても自分からリングに上がってしまいましたからね。これも前代未聞と言ってもいいような気がするんですね、はい、さあ中西が新世代の扉をこじ開けるか。しかし前川の右の蹴りが待っている。その蹴りもめげない右のエルボスか。しかし右のハイキック、前川、中西はまだ倒れません。前川が中西をロープに飛ばしていく、跳ね返ってきたところ中西がトンボを切ってこれをかわしている。一泊置いて右の前蹴り、中西右のナックルバート、エルボースマッシュは中西、両者一歩も引きません。最終戦で藤井を下して勝ち点16をもぎ取った前川か、最終戦で下田を下して勝ち点16を取った中西か。なんと今場外では下田が中西の足を捉えました。つい先ほどジャパングランプリの最終戦を戦った両者です。さあ飛び込んでくる前川を場外に担ぎ落としました中西です。また今中西のこの対角線滑走路、そして場外へパンチャー、綺麗な中西のテイクオフですが、あっと場外乱闘に仮装しています。先ほどのジャパングランプリ最終戦で中西に敗れたのは何が正解のか、場外乱闘は果たしてどのような展開になっているのか。あー前川がここで挑戦を奪いました。中西の体を今観客席のパイピースの女の中に投げ込みに行きました。倒されたパイピースは15脚か20脚か、場外乱闘、その勢い収まるままに中西が挑んでいきましたが、ここで前川が形勢逆転です。おっと前川のこの状況振り付けていく、中西が攻撃されています。輪の外では下田のいいところ前川のフォローに入っています。さあ中西がこの試合今すぐゴングを鳴らせと挑んだこの戦いですが、この場外乱闘でどうやら主導権が前川に移ったようです。もちろん共に勝てばジャパングランプリ初制覇、これまでジャパングランプリ優勝の経験はない両者の戦いです。対角線かわした後ろに乗った、カウントは2つです。自らロープに飛んだ、さあ行けるか、ノボラッチはいかない、前川がこれを見切っています。素敵な笑みを浮かべた前川、この表情の前川は非常に怖い。走り込んでかかと落ちた、中西が落ちた、落ちている、中西が落ちているか、その視線はどうか。前川の不気味な笑みとは対照的に、あっと魂は息づいている、
中西の魂山場射抜いている。まさにこれが一心一体。いやだ、共に新世代の扉の鍵を握りし2人、前川が勝っても中西が勝っても時代は変わるか。対角線に飛ばしていった、今度はどうぞ。うまいコーナーワークです。中西、中西の中西たるゆえんの動き、髪の毛を捕まえてバックに回った中西、フルネルソンからドラゴンは打てない、裏剣です。前川後ろ回しに上段に入った。引き迫る表情で中西を見つめる前川、浴びせぎり中西の頬を捉えている。さあ中西の状況が危ない。前川やっほん、これは丸め込んでいった。今度は前川カウント2つ、さあどちらが勝つか全くわからない予想です。右のハイキック、中西の側頭部、また右のハイキック、朦朧としている中西、まだその金色に染めるか。おっと今十字は、いや前川か、前川押さえ込んでいる、押さえ込んでいる。いや宮本さんもこれ喋る隙間がないと思うんですけどね。本当ですね、もうスピーディーですからね、はい。まあこの両者の戦い、宮本さん、くしくも前女軍と反前女軍という形でもありますから、はい、そうですね、優勝をかけた試合であると同時に両者互いのその抱えるもののプライドを背負っての一歩も引くことができない戦いです。ドラゴンスープレックス、いい形でロバットに突き刺さりましたが、カウントは2つ、共にこの決定戦にもつれ込んだね。今日すでに1試合を消化しています。スタミナの浪費もあるでしょう。それでもこの試合に勝てばジャパングランプリの制覇、中西かそれとも前川か。エプロンサイドを挟んでロープを挟んでの攻防です。全くどちらが有利なのか見当もつきません。この制空権は前川が握ったか、流れ式のブレンバスターに入るか。今ここで前川高角度、高さがある、距離も十分、なだれ式のブレンバスター。カウントは2つ、危ない中西。前女性器軍の看板を守るのはこの中西の小さな体に託されています。振り返ればこの前川が前女に対して反旗を翻したことから反乱の歴史が始まりました。その前川を今ロープに飛ばすか、いや中西だ。ここはうまいインサイドワーク、右のエルボースマッシュです。前川が少しよろめいています。バックを持って無理やりジャーマン抑え込んだ、ホールドまで寄っていった。カウントは2つです。結末はどのような形を迎えるか。ドラゴンはいけない、逆に裏剣、前川の裏剣、打撃技を持っているのは前川、立ち上げてパワーボム、中に力強く抑え込んだ。自らロープに飛んで回転式のかかと、中に引っ張っていく、抑え込む、カウントを取る。さあ前川の優勝の瞬間が近づいてきた。ここが入った、カウントからの勝った。前川の勝利の瞬間が近づいてきたのか。戦いの女神はアテナは二人にどんな結末を用意しているのか。この先の台本は出してどうなっているのか。おっとここまでに足が届いています。前川上空の中西を一周しました。
中西が全く今地球の引力に逆らうことができず腰から砕け落ちていきました。場外乱闘はどうやらこれは前からが制圧そうな勢いですが、前川の雄たけびが後楽園ホールに響いています。今リング上に中西とそして前川がゆっくりと戻ってきました。白星はゆっくりと前川の手に転がり込みつつあるのか、いやそれとも中西がそれを奪い返すか。あっとまた前川のこの素敵な表情、右側の奥に飛んだ、横蹴り出しが10分が経過しました。優勝決定戦です。新世紀の最初のジャパングランプリ王者を決める優勝決定戦、カウントは2つ、中西劣勢、中西劣勢、前川が勝機をつかみかけているが、ここはこう使った、流れ込んだ、襟固め、中西のホールの体勢はカウントは2つ。まだしかし中西にもパワーが余っているか、遠くに飛んだ、ここに出すか、ここで違う、前川に押さえ込まれた、前川が起死回生のモモラッチを出していったんですが、中西が出していったというか、かわした前川が、そして中野のこぼれを刺すか、いや、カウントは2つ、宮本さん、なぜ、あそこまで返すことができるんでしょうかね。そう、本当に驚異的な粘りですよね。もはやいつ決まってもおかしくない、そんな状況だと思いますが、さあ、また奪い込み、体勢が崩れました、カウントは2つです。しかし、やはりこの状況ではまだ前川の方にスタミナが残っているように思われますが、かわした、中西がかわした、ジャーマンだ、投げっぱなし、ダメージを与えるのが目的のジャーマンです、中西。そしておそらくスタミナ的にはきついであろう中西が、あっとまたその中西に対して右のハイキック、それでも中西は落ちない、ヘドバットも距離を作った、ストロークを作った、そして前川に対してミサイルキック、あっとそれでも前川は倒れません。逆に前川が寄せを買って相手に寄っていった、抑え込む、中川かわした、ホンスのパッケージホールド、カウントは2つです。依然前川構成、あ、ニアスかわした、そして押さえ込みだ、かわした押さえ込みはカウント2つ、中西の動きが一気に機敏になった、遠くに飛んで、ホンスのパッケージはどうだ、ホンスのパッケージは10分の18秒、ジャパングランプリ新世紀最初の女王はなんとこの小さな体の中西桃江がつかみました。喜びを全身で表現する中西、前川はまだ呆然としています。中西桃江選手の初優勝、優勝はもう手を伸ばせば届くところまで来ていました。前川久美子、そしてこの試合ももし判定というものがあったならばジャッジは前川に軍配を上げるかもしれません。しかし最後のスリーカウントを叩き出したのは中西桃江でした。表彰状の授与でございます。ジャパングランプリ01制覇です。ジャパングランプリ01優勝、中西桃江殿、あなたは6月1日後楽園ホール開幕の全日本女子プロレス協会認定ジャパングランプリ01でリーグ戦を勝ち抜き、見事勝利の栄光に輝きました。ここに表彰状とトロフィーを贈り、その栄誉を称えます。平成13年8月17日全日本女子プロレス協会会長松永隆。
優勝トロフィーが松永会長より贈られます。今優勝トロフィーを高々と掲げました中西。さあそれでは優勝喜びの声です。そして観客の皆さん、ジャパングランプリ初制覇です、中西桃乃選手です。ありがとうございます。初制覇です。まずは今の気持ちから。やっぱり毎年毎年ジャパングランプリ出てて、今年こそは今年こそはってみんなに言われてたんですけど、毎年毎年結果に出せなくて本当悔しい思いしてたんで、もう本当に今年のジャパングランプリ本当にかけてました。あの大会が始まる前にファンの皆さんの期待を今年は裏切りたくないと言っていましたが、どうですかこの結果。やっぱりすごい厳しい戦いでしたけど、すごい嬉しかったです。でも最後に一ついいですか、伊藤さん、伊藤さん優勝しました。9月16日お台場赤いベルトだけでよろしくお願いします。今両者ががっつりと握手を交わしました。必ずお台場で伊藤選手に勝って赤いベルトを巻きたいと思います。応援よろしくお願いします。9月のお台場で伊藤選手とジャパングランプリでは引き分けでした。いよいよ決戦ということになります。もうそうですね、やっぱり今ここで前川戦に勝って、もう今は9月16日お台場のことで頭いっぱいです。最後にこの試合中モモコールがずっと起きていました。ファンの皆さんに一言お願いします。やっぱりファンの皆さんが応援してくれてるから、やっぱりここまで頑張れたと思うんで、とりあえず優勝できたことを誇りに思いたいと思います。そして必ずお台場で赤いベルトも着たいです。大きな拍手お願いします。ジャパングランプリ初制覇中西選手でした。さあ宮本さん、はい、中西がジャパングランプリを制覇したということは赤いベルトに挑む権利が与えられたということでもありますから。はい、もちろんそうですよね。これはお台場、今の中西の勢いだとちょっと伊藤も相当うかうかしてられないといった感じもするんですけど。いやもうこの勢いね、本当に危ないんじゃないですか。はい、何しろリーグ戦では伊藤と中西は引き分けてますからね。はい、あの引き分けをね、非常になんか悔しがってたんですけどもね、決着をつける ところがですね、はい、タイトル戦というのがね、なんとも非常に重いですね。何か運命を感じますね。はい、ジャパングランプリ0番新世紀最初の女王に輝いたのは中西桃江でした。赤いベルトへの挑戦権を力で勝ち取った中西桃江。さあ勝負は 9.16 お台場、伊藤薫との赤いベルトをかけての一戦になります。今大会を振り返ってみて苦しかったこととかいろいろあると思うんですけど、やっぱりジャパングランプリ始まる前に完全上手と相手に分かれちゃって、すごい厳しい戦いになるっていうのは分かったんですけどね、それ以上に厳しかったです。思ってた以上に厳しかったです。でもやっぱり今年を逃しちゃうともう来年はないと思ってたんで、やっぱり去年一昨年とは違って、やっぱりもうがむしゃらを卒業して、もう互角に戦える自信も持ってたので、今年
私のジャパングランプリを自信を持って、うん、戦う、それだけでしたね。決勝戦前の、決勝戦になる前のトヨタ選手、伊藤選手のメインで、やっぱり相当、伊藤選手の足が、まあ、調子良くなかった感じだったので、お台場の時までには必ず完治しておいてほしいと思います。それじゃないと戦う目がないんで。まだまだね、自分の前のチャンピオンなんだから、そう簡単には勝てる相手じゃないってことは分かったんですけど、まあ残念は残念ですね。まあベストな体調だとは言えないですけど、まあお台場までに完璧に直して、もうもとしかできない最高の試合をしたいですね。まあ今一番乗ってる選手なんで、まあでもまだまだ負けられないですけど、でもなんか、平成同士のその CWA のタイトルマッチっていうのは今回が初めてだと思うんで、歴代のそのタイトルマッチに負けないような、試合をやって歴史に残したいと思います。こんにちは、キッズの先生です。アテネ CS 721から素敵なプレゼントのお知らせです。9月15日お台場マッチから発売のキッズの世界第2弾シングル、キッズオブザワールド、抽選で4名様にプレゼントします。マジマジという…アンケートに答え、こちらの宛先まで